かわいい、ゆずこちゃんかわいいなし、マスター。この子が一番あれやね、この子細いね。それでも700g ありますね。でそれ筋肉質なので、あの細いように見えても、まあそれなりに体重はある。ここそらしもの、ええー、ことやわ。これこうやってなれんとあかん、うちこちゃん、みんなに。マスターちょこちょここさして。ああ、なるほど。特に、うん、あの土日なんかはフェレット結構連れてきます。そう、マスターに悪いかな、あの早い時間に2時に、2時には土日は早いのやろ、はい、見て、まあ、これ学んでいくよね、こうやってね。はい、まあそれで学んでいきます。あと逆に結果した時に噛まれると自分痛いから、うん、あそれで痛みが分かってくるんですね。そうそう、覚えたか、ええことやわ、はい、ええこと、ええことやわ。僕は今年 の、 あのお正月ちょうどあのフェレバ の、うん、あ の、 あの港まで帰って、あのララポート行ってたんですね。あ、ほんと正月だ、見てみ、面白いわ。これ匂い確認してる。そう、これええことなんよ、はい、私ね、マスターほんとね、みんな私面白いね。私の名前もフチコなのに、この子もフチコなんですよ、はいはい、ね、フチコさん本当に好きやわって言うけどね、私あのダックスちゃん1匹目の時がね、もう分からなくって5ヶ月で迎えたんですよ、はい、で私もダメだったんですけど、もうお人形さんみたいに服着せてとかしてたらストレスがたまるじゃないですか、はい、ほんじゃあのあの結局あの動物病院さんが犬のあのパピークラスいうのを教えてもらって、最後家に先生も来てもらったんですよ、お宅が変わらないとダメですって私注意されて、でこうやってパピークラスに行ったら自分のとこ心配じゃないですか、最初は。違うんです、これだって学んでいくんですって言われて。そうです、そうです、学んでいく。じゃないとずっと一人のまんまでね。あとは好きなのこれね。そう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 、いいことよ。あれ、うちのどこ、あれ、誰がうんこさしたんかな、これ。あ、うちのどこじゃないです。大丈夫。いいわ、強なるわ。あの、小さい子も、逆にあの、僕はね、多少やられてもほっとくんですね。で、やり返す方法を学んでいかないと。そう、動物はそうな、はい、まさとこの子噛むん、これ。まさとこの子噛むん？噛まないですよ、その子は。うちの子も、この子も毛並みがいい。それ、ホールデンですね。こんなの子やろ？こんなの子ですね。うち、こんなにならんよね、こんな大きく。まあ、もしかしたらなるかもしれないね。あはっ、かわいいね、やってきてくれてる。それがホールデンで。すごい毛並みがあるよね、ふわふわよね。アルビノちゃんと、はい、その子はやっぱりあの藤子ちゃんと一緒で中野の本店から来てます。毛並みがすごい、うん、かわいい、いいことや。